ストレートエニアグラム二等辺の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます。今日はですね、こちら対人コミュニケーションの人間学、エニアグラムによる自己分析と他者理解、鈴木秀子さん監修、片岡由香さん、上田照子さん、執筆のこちらから、紛らわしいタイプの見分け方、要はタイプをどうやって見ましょう、っていう紹介をさせていただければと思ってます、こちら、我々がよくタイプを見るときにやるのが、法内とハーモニクスの楽観反応合理で、自己主張、優は有利の 3×3、僕たちがこう学んできたもの、ものというか、教えてもらって、っていった時に、こう人間関係をどううまくするかみたいな部分で、こう人を判断する時の時に参考にするものということで、こう第一印象で分からないじゃないですか。第一印象ですね。こう相手のことをよく分かってない状態で診断する時にこれを使いましょうみたいな感じで。あくまで第一印象。で、自己診断は探っていきましょうみたいな。そうですね。で、こちらで紛らわしいタイプの見分け方っていうところで紹介されているのは、ほうと思ったのがセンター、センターで見ましょう、要は2、3、4のハートセンター、5、6、7のヘッドセンター、8、9、1のガッツセンター、センターで見て、あとはそのセンターで分け、バランスタイプ3、6、9のバランスタイプか、そうじゃないのかで見ると分かりやすいですで見分けられますって話をしていてですね、なるほどと。じゃあどのようにセンターの紹介がされているのかを紹介させていただきたいと思います、人は体、心、頭を使って生きてますと。で、ただこの3つをバランスよく使って生きている人はなかなかいませんと。本当はまあ3つの機能をバランスよく使うと、エネルギッシュで集中力があって偏った考え方にとらわれないっていう超人的なね人になるんですけども、大体がその偏ってますよと。自分が得意とする一つの機能に頼って生きてますと。で、体の機能を使っている人をガッツセンター、心の機能を使っている人をハートセンター、頭の機能に頼っている人をヘッドセンターと呼んでいますよと。で、センターを人間の進化から考えてみましょうと。マンモス狩りをしていた頃の人間っていうのは、日が昇り始めるとマンモスを狩ろうって狩りに出かける、本能とか経験を頼りに狩って肉を食べ、日が暮れると寝床で寝るみたいなのが続いている時に、例えばじゃあその日の狩りの様子を語りながらお酒を飲もうよとか、じゃあ次の日はどうやってやったら枯れるんだろうっていう戦略を練ったりとか、好きな女の子とどうつながればいいんだろうっていう時の頃を思い出してみて、ちょっと各種センターの話をしたいと思います、ガッツセンター、ガッツセンター、8、9、1ですね、は経験が大切ですと。今まで経験したことは分かるが、経験したことがないことはやってみなければわからないと思う。思う。で、経験による直感がある。体が軸なので、自分が存在しているっていう感覚をしっかり持っている。で、ハートセンターのように気持ちが先走って感じすぎるわけでもなく、ヘッドセンターのように頭が回りすぎるわけでもないため、自分は正直でシンプルな人間だと思っている。で、体が軸なので、本能、直感的な正義感を持っている。正しいか正しくないかは本能と直感で判断する。腹中枢、とも言いますよね。丹田のあたりのエネルギーを中心としているので、重心が下の方にありどっしりしている。ぶれない。筋が通っていると言われる。人と接するときは自然に体を相手に向けて話し合う。で、
体がベースなのでとっさに質問されると、うん、ヘッドセンターやハートセンターのように、うん、パッとは答えられない、うん、要はここでもよく、うん、落ち込むのに、そう、要は私はなんかわって言われるとわって返すんですけど、うんうん、まあうーんってそうですねってこの自分の経験を元にしてるわけじゃないですか、はいはいはい、なんでこうやったことないことは分かんないんですよ、頭では理解してても納得してないみたいな感覚があるんで、はいはい、あ、なるほど、そう、それをやったことあるかのように、うん、こうだろうなとはあまり、そう、なのでヘッドセンターの人とかはもう思考の中だけこれはこうなるだろうなっていうのが分かって言える、言えるけど、はい、これはこうなるだろうなって分かっても経験してないじゃん、納得、そう、そうならない可能性あるよねっていう、なるほど、そう、なんかめんどくせえって言いそうになりましたけども、まあそういう、それでもやってみないと分かんないよね、本当にそうなるのか、なるほど、っていう感覚があるので、はい、こう落とし込まなきゃいけない、あ、なるほど、うん、で体で感じることを優先し、うん、余計なことを考えないので、うん、しばしばハートセンターやヘッドセンターの人たちが、うん、体とは違うところを動かしているのを察して、うん、信用できない感覚を持ちます、うん、体が軸なので頑固、うん、本能、体に関して長所と問題を持っていて、うん、ガッツセンターの人々は意思を使って自分が影響を受けることなく世界に影響を与えようとする、うん、無意識無自覚の場合が多いと、うん、で自己感覚が影響されないようにしながら、うん、現実からの影響に抵抗する、うん、あ、これなんかガッツセンターっぽいですね、うんうんうん、自分と自分以外のものとの間に壁を作ることで、うん、自分は完全で自立している、うん、外から影響されないっていう感覚を作り出そうとする、うん、そう、作り出そうとする、わかりますあ、なるほど、うん、で得意だからといって、うん、ガッツセンターに頼るばかりでは成長は見られませんよと、うんうん、自分が目指すタイプのセンターの良いところを意識して取り入れるようにし、うん、まあ、3つのセンターがバランスよく使えるようになると、うんうん、I と H の本質につながりますなんて書かれています、うんうん、結構おお、なるほどなと、まあ、そうだろうなっていうのはもともとこう、あ、そうかそうか、そう、なるほど、ハートセンター、はい、マンモスが飼っていた時代のことを思い出しましょう、もともと、うん、本能だった人間、うん、要は起きて飯を食って寝るみたいな、うんうん、本能だけだった人間に心が育っていく、うん、自分だけではなく、うん、目の前の人と心を通わせて、うんうん、幸せな気持ちを分かち合いたいとか、うんうんうん、自分だけが満足してもちょっとつまんないよね、うん、目の前の人と気持ちを共有したいとか、うん、美しいものを見て感動したい、うん、ワクワクすること、うん、なんか輝く素敵なイメージがあるとそれに向かって頑張れる、うん、イメージができれば実現できる、うん、この胸のあたりに気持ちのエネルギーがあるので、うん、ガッツセンターがどっしりしているのに対し、うん、気持ちは揺れ動くことから、うん、ふんわりとした軽やかな印象がありますと、うん、移り変わる気持ちが軸なので、うん、自分自身でも自分の気持ちに翻弄される、うんうん、人間関係では優しく温かく愛のある関係が心地よいので、うん、自分もそのように心がけている、うん、笑顔が一番、うん、そこに気が回らない人たちを見ると、うん、鈍感とか、うん、気が利かないって感じ、ひどいと嫌になってくる、うん、で気持ちの使いすぎの長所と問題点を持っているので、うん、やろうと思えば気持ちで人を操作しようとする、うんうんうん、今ちょっとタイプ2がポワってちょっと思い浮かんじゃったんですけども、うんうんうん、深層心理でありのままの自分では愛されない、うん、愛される人間になるためには仮面をつけなければならないと感じ、うん、好かれるために良い人を演じてきたので、うん、演技性人格とも言われる、この面は気持ちに頼りすぎるのをやめて、うん、自分の目指すタイプのセンターを使うようにして、うん、バランスよく今ここにいる感覚が分かるといいですよって書いてあります、うんうん、でヘッドセンター、うん、マンモスの進化の時代から考えると、うんうん、ハートが暴走して、うん、なんか人の持つ嫉妬や妬みから起きる事件とか、うんうん、人々が共存していくためにルールを作った、うん、でハートセンターが人に焦点を置いているのに対し、うんうん、ヘッドセンターは出来事、うん、状況に焦点がいく、うんうん、気持ちに振り回されず、うん、気持ちを脇に置いて考えることができる、で冷静ですと、うん、で感情的になること、うん、感情に任せた勢いで行動することを嫌います、うん、何は物質的な情の濃い人間関係よりも、うん、さらりとした爽やかな関係が好み、うんうん、思考に頼っているので考えてから行動する、うん、
大事な時の行動力に欠けます。まあ、話を戻すと、例えば朝起きて何も考えずにマンモスを借りに行くガッツセンターを見て愕然とすると、あいつ何も練ってねえぞ、経験がある、わーって、って考えろよってなるし、で頭が回って全体を観察するので、何が得か、何が損か、っていうのが見えてくる、で見えてしまうので、自分にとってはそれ損じゃん、って考えることは行動しない、でその行動がガッツセンターやハートセンターからすると、あいつずりーと、何もやってねえじゃん、って見えるような感じです、考えてマンモス借りに行かないみたいな感じですよね、きっとそうで、今日は多分そうですね、多分枯れねえしって、枯れねえし、今日天気悪いし、天気悪いし無理で行、かなくてもいいよ今日なんて、だけどこうガッツセンターの人はバーって行って買ってきちゃったりとかするとじゃあご商売に預かりますみたいなのはずりやつ、ずりやつ、そうですね、で頭で考えることが優れていることだって考えているので、その頭を使いすぎることで長所と問題点を持っていますと、頭の回らない人を下に見る傾向があって、やろうと思えば頭を使って人をコントロールすることができる、ルールを決めていれば安心である、思考が目まぐるしく動いているので、頭が無の状態の時につながる本質になかなかつながらない、あの瞑想ができないみたいな、あ、なんかよく言ってますもんね、瞑想するとずっと考えてるみたいな、そう、もうずっと考え事してますむしろなんか瞑想ってこれでいいんだよね、瞑想ってこれでいいんだよね、このやり方で正しいのかみたいなルール教えてくれって、で考えれば解決できると、頭だけに頼っている限り、それは安心感も得られませんよと、頭を無の状態にする訓練をして思考に頼らない、人生を大きなものに委ね、流れに任せて、流れに乗る感覚、身体感覚ですね、身体感覚を取り戻せと、で特に矢印の方向に、成長の矢印の方に行きましょう、と書いてあります、でもちろんこれはその、ガッツセンターは体が軸だから運動神経がいいんですかとか、ハートセンターは心が優しいんですねとか、ヘッドセンターは頭がいいって言ってるわけじゃありませんよと、本当にただ自分が得意なところをだけを使ってバランスを書きながら、あなたは動いてませんかっていう、思考センターだったら思考ばっかり使おうとしてしまうってところですね、そうですね、頭がいいとかじゃなくて、はい、でそこに気づきましょうと、でこの鈴木秀子さん、片岡由佳さん、上田さんの本では、その、どの機能を中心にものを考えているかっていうのは自己判断もそうですし、人を見るときもまずどこのセンターを使ってこの人は動いているんだろうかっていうのを見てらっしゃるだなと思いました。でチェックのポイントとして、ガッツセンターは体と本能を軸にしていて、飾らず自然体、周りを気にせず自分のやりたいことをしている、感じすぎたり考えすぎたりせずに体が軸のように見える人たちという指摘、でハートセンターは自分の気持ちを軸にしている、人に興味があるように見える、人にどう思われているか、どう見られているかを気にしているように見える、で自分自身も人の好き嫌いがありそうである、気持ち中心で動いているように見える人たち、でヘッドセンターは自分の考えを軸にしていて、成績の良し悪しじゃなくて、頭で考えることを軸にしている、状況や出来事に対して反応している、なんていう指摘、でセンターが分かるとタイプ判定がしやすくなりますよっていう、もちろんそうですよね、センターが分かると、あとはバランスタイプか、3、6、9、どれかって見て、そうじゃないねって分かると思う、例えば1か8かなって、分かりやすい、分かりやすいですよね、あの7か5かとかっていう指摘でございますと、でなのでその自分のタイプ診断をする時も、まずセンターのどれに当てはまるかを考えましょうと、でそのセンターが分かると、じゃあ3つからどれですかってなると分かりやすいという話でございます、で、私は、
自身でタイプ6だと思ってるんですけども、3ではないか疑惑がお前人を見てねえかっていう指摘を受けており、今度じきじきに片岡先生からお話をお伺いできればなと思っております。はい、というところで、はい、センターからタイプを見ようという紹介でした。うんうん、はい、ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。